目覚ましの場所変えたのに、よく寝たまま止められるね。おお、メシほら起きて、もうすぐご飯できるからお皿くらい運んでよ。メシ、おはよう、お寝坊さん。あれ、なんで俺ここに？確かミキコを探して、あれ、はあ、やっぱり寝ぼけてるみたいね。夢でも見てたんじゃない？ほら、もうすぐ朝ごはんできるから、お皿運んでくれる？あ、おう。いただきます。いただきます。ん？どうしたの？いや、今朝も綺麗だなと思ってな。え、どうしたの？突然。うん？いや、なんとなく。もしかしてまだ寝ぼけてる？寝ぼけちゃいねえさ。じゃあ私にのぼせちゃってるのかな？かもな。なんか今朝は変だね。なあミキコ。ん？明日も一緒に朝飯食おうな。そうだね。なあミキコ、貸し込みの件だが。え？やっぱよ、俺にとって親父は父親以上の存在なんだ。だから食事は楽しくする。喧嘩になるような話題は食事中は禁止。同棲始めるときに決めたよね。ああ、そうだったな。悪い。俺が洗うよ。うん、ありがとう。ねえ、正春さん、今日のことだけど。なんだ？ううん、なんでもない。そうか。なあミキコ、こんな暮らしがさ、ずっと続けばいいな。あのよ、俺考えてみたんだけど、松金の親父も話せばきっと理解してくれると思うんだ。え？俺は親父と杯交わした時、この命も預けたつもりだった。だから親父的にかけようとした連中は今でも許せねえ。だがお前のことも悲しませたくねえ。正春さん、それってどういう。ミキコ、俺決めたよ。勝ち組はいかねえ。松金組は簡単にはやめれねえと思うが、なんとかする。だからミキコ、
これからもずっと一緒にいよう。おはよう。二人とも朝から暑いね。え、あら純、遅かったじゃない。また寝坊？母ちゃん、寝坊してるのは親父の方だよ。まだ寝ぼけてるみたいだしな。なあ、いつまで寝ぼけてんだ。都合のいい夢見やがってよ。おい、おっさん、カイトーのおっさん、起きろって。着いたぜ。おお、そうか。何の夢見てたんだ。なんかすっげーニヤニヤしてたけど。なんだったかな、覚えてねえや。ああ、そうかよ。